で変わり者扱い、あんたのせいで、あんたのせいで、お前なんか産まなければよかった。お前なんか生まれてくるな。生まれてくる前から大嫌いだったのよ。
こうよ。愛してるって言ってよ。次の日曜日の約束をしようよ。お買い物に行こう、映画に行こう。そしてその約束をどうせ破るんだよ。楽しいね、ママ、楽しいね。マリアは今ママと遊んでるんだね。私は今すっごく楽しいよ。ママと遊んでるんだもん。すっごく楽しい。そしてママを何度も何度も殺しているのに、魔法一つで好きなだけ生き返らせられる。おもちゃは壊したら直せないから大事にした。でも治るおもちゃなら何度でも壊したい。でも朔太郎は治らないんだね。治せないんだね。作ったママが、産んだママが認めないから。私もママに認められてないんだね。だから壊れたマリアももう治らないんだね。ねえベアト、これはとっても不思議な感情。どうして、どうしてマリアはママを許せる気持ちになってきたの？それは生き死にを自由にできる力を得た魔女のみがたどり着く達観の境地。いつでも殺す、必要なら蘇る、面倒ならまた殺せばいい。それをいつでも指一本鳴らすだけでできることを知ったのよ。人の世のザレも、その全ては聞き流すに等しい虫の声。いいかい、そなたに母を許そうという感情が芽生え、そなたが母の愛に目覚めたからでは。そなたが今こそ真の魔女の世界の入り口に立ったから。ようこそマリア、深淵なり、そして甘美なる魔女の世界へ。マリアはもうマリアじゃない。まだ見習いかもしれないけれど、人間の世界を超えた。私はもう原初の魔女見習いマリアなんだ。もう私は何も悔しくない、悲しくない。ママ許してあげるよ。きっと私はママを許せる。もうちょっとしたら許せると思うの。だって魔女だから。でけえな、今の落雷は近いんじゃねえか？みたいだね。いくつになっても落雷にはビクッとさせられるね。お？なんだよ、バトラが騒がしくしてるからマリアが起きちゃったじゃねえか。ごめんなマリア、バトラが騒がしくて。なんだよ、俺のせいかよ。悪いなマリア、寝てていいぞ。おやすみな。おお、もういい、寝ない。いいから寝てろって、まだ寝ぼけてるぜ。寝ぼけてない。おお、なんだよ、もろに寝ぼけてるじゃねえか。寝てろ寝てろ。
よせってバカバトラ。なあもう、寝起きのこの機嫌を悪くするなんてバカだな。寝ぼけてない、寝ぼけてないもん。わかってるよ、マリアちゃん。寝ぼけてなんかないよ。だから落ち着いて。寝ぼけてないもん、寝ぼけてないもん。ほら、二人とも静かにして。ジェシカちゃん、ポットにまだお湯があったよね。お茶でも入れてあげてくれる？落ち着いた、マリアちゃん。バトラ君もふざけて言っただけなんだよ。マリアちゃんが寝ぼけてるなんて思ってないよ。だから落ち着いてね。許す。そう？マリアちゃんは偉いな。バトラ君、マリアちゃんが許してくれたよ。仲直りして。ああ、悪いな、からかって。許してくれ。ほら、マリア、仲直りの印にカフェオレ作ってやったぜ。砂糖いっぱい入ってるから甘いぜ。いらない。でも許すよ。魔女だからね。お子様方、いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？ゴーダでございます。クマ様でございますよ。ご無事でございますか、皆さん。はあ、どうしたものやら、どうしたものやら。どうしたんだよ、二人とも。何があったんだ？それが、親方様が、旦那様が、皆様方が。